シャムネコ,ココシリーズはアメリカの女性作家リリアン・ジェイ・ブラウンの推理小説シリーズ。日本では羽田静子役で早川ミステリ文庫から刊行されている。言語での各作品の題名がザ・キャット・フーに統一されていることからキャット・フーシリーズと呼ばれる。日本語翻訳版では猫はに統一されており、この作品の猫の中からシャムネコココシリーズと呼ばれる。 第4作までの舞台は、現代のアメリカ合衆国の都市部。第5作以降の、主な舞台は、どこからも400マイル北にある、ムース郡である。ムース郡内の、主な、町ムース郡以外の地名内は、日本語翻訳版初版。発行年月、日本語翻訳版 ISBN、現代。猫は手がかりを読む猫はソファをかじる猫はスイッチを入れる。 猫は殺しを嗅ぎつける猫はブラームスを演奏する猫は、郵便配達をする猫はシェイクスピアを知っている猫は、海苔を舐める猫は床下に潜る猫は、幽霊と話す猫はペントハウスに住む猫は鳥を見つめる、猫は山をも動かす猫は、留守番をする猫はクロゼットに隠れる猫は姉妹渡る、猫は汽笛を鳴らす猫はチーズをねだる猫は泥棒を、追いかける猫は、 鳥と歌う猫は流れ星を見る猫は恋を貯める猫は火事場に駆けつける猫は川辺で首をかしげる猫は銀幕にデビューする猫は斜めん鳥とおしゃべりする猫はバナナの皮を剥く猫は爆弾を落とす猫はヒゲを自慢する作品の書かれた時期中国現代のウイグル人画家高滑教にちなんで名付けられたオペラミカドの登場人物個々の婚約者はヤムヤムというクイラランの 愛称クイルと羽ペンの文字り。ボリーに解明を思い切らせるため、クイルペンからの一言で、猫の名前と性格の関係を話題にした。ありがとうございます。